皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のピンポンのファミリーコンサートバージョンについてですね。ピンポンはもともと座ってやるので、カズモお兄さんが怪我をしていて右足をかばいながらやるということもないので、ちょうど良かったかもしれませんよね。子供たちにもそういう痛さを見せずに頑張っているカズモお兄さん、泣けてきますよね。はい、今日はお母さんと一緒のピンポンのファミリーコンサートバージョンについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。